マスター、俺がユーペーなんで。お前ら元気してるの？なんかすごい完全照明がいいね。え？俺んちよりいいねこれね。ということでどうもゆーぴーです。前にさ、唯一東京でリア友2人しかいないって言ってたんですけど、あのその2人ですね、あ貴重なお二方なんですけど、タッピーって言うんですけど、タッピーの家に来ました。キムキムですね、キムキム。前にマリオカートのね実況なんかほんとつまんないんですけどね、やったんで、あそれを見た人は多分知ってるかと思うんですけれども、この2人が今日はね僕の動画に来たということで、ちょっとお酒をね飲みつつということで、それ何ですか？お二方が飲んでるのは。ベーベンコタブキュバー完熟ぶどうの美味しいワインでございます、皆さんね。僕はワイン嫌いなので飲みません。僕は飲むのはですね、こちら。本搾りレモン果汁 12% ということで、結構果汁が入っております。こちらを飲んでおります。この二人は、東京で唯一、俺のことを、俺の専門学校時代唯一知る人たちですから、もう俺の今の友達ほとんどは、東京に来た時の俺しか知らないわけよ。でも逆に言えば、この二人もね、俺のいろんなことを知ってますから、今日はね、ちょっと、まあ、ゆーぴーのそういう学生時代のところを、根掘り葉掘り聞いていこうと思っております。笑ったみんな。ね。すごいね、更新できるね。すごい。やっぱ違うな。違うでしょ。学生のこと変わったなって。変わったでしょ。学生の時更新しなかったもんね。してなかった。ゆみの。すごいなと思って今。俺ら3人とも同じ専門学校だったよね。ある IT 系の専門学校に行ってたんだけど、その時のじゃあ俺の印象いこうか。最初の6年前だ。6年前の俺超チャラいって思ったっけ。なんかあちょっとチャラいけど、なんかねすげえね下っ端感半端なかったよ、ね、なんか木村さん木村さんみたいな感じだったよね。でね、うちいいやつだなって思ったらね、お前覚えてるか分かんないけど、学校終わったなんかほんと2、3日目とかで帰りに一瞬帰ってたっけ、みんなで、うん、そしたらね俺の肩にね、鳥のうんこめちゃくちゃついたんだよ。鳥のうんこ？やべえやべえとか言ったら、それお前が、ついてますよ、木村さんっつって、拭いてくれた。ティッシュで？そう。お前を？そう。マジで？意外といいやつやろって。そう。年齢が1個上なんですよね、俺の。専門学校って、今考えればすげえいろんな年齢層の人いるのよ。就職して、辞めて、専門学校入ったってやつもいたしね。でも俺の中でそれ感覚的にそういうの最初知らなかったのよ。だから普通に全員タメかと思ってたの俺で、ガンガンこかなんて言ったら、なんかある日ね、なんか年上ってことが1個上って判明してさ、え、でも俺全然ね態度変えなかった。変えなかったね。こいつ変わんねえと思ってえ、俺系そういうとこいいなって思ってたよ。あ、ほんと？そう。さ、2つに分かれると思うんだよ。それでなんか急に、あっ、ちょっとすいません、さっきはすいませんみたいないうパターンと普通にね。お前どっちかってそういう系じゃない。意外とお前長いものに巻かれてたやつ。いや、そうだ、そうだ。お前はね、やっぱ違った。なんか、うん。なんか、これ絶対、木村はいいやつ。いける、いけると思った。うん、こいつはいけると思った。え、他になんかあるかな？だって恋愛事情でもそんな。なんもなかったよね。ない。だって俺、彼女いなかったし。いなかったよね。クラスもだってね、変な女が2人だったんですよ、マジで。見てたらどうすんの？見てない見てない。マジ変なクソ女が2人で、お前見てねえだろ入学初日、そのクラスで、その3人見た瞬間、俺は絶望した。あ、もう俺この3年間終わったなと。もうね、もうバイトしかねえとか思ったけど、バイトですらやっぱ全然できなかった。だからね。キムさんも、その時は童貞だった。そう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 。本当にゲームばっかしてた。わかる？この、なんか、童貞感はすごいでしょ俺はもうね、質分かったよ。あ、こいつ童貞だなと。学生の頃はアニメってかエロゲーとかも好きで、ね、なんかすごいザ・オタクって感じだったわけですよ。けど、なんか周りのやっぱオタクとは違うなと思ったの。なんでかっていうと、やっぱコミュニケーション能力あるなと。え、他のやつもなんか、授業中にさ、なんか言う、なんだっけ、なんか、なんか写真をさ、エロい写真をなんかさ、自分の USB メモリーにコピーしてる、なんか変なオタクみたいな。バカ、お前、分かっちゃうんだろ、だからさ、分かって、バレてない。バレた方がいい、そう、いけないことだから、バレた方がいい。これぐらいのウィンドウを、そうそうそう。こちょこちょこちょ。エロ画像を授業中にこう、保存するっていうね、変なやつがいたりとか。こうやってたよ。そうそう、そんなやつに比べれば、はるかに俺、マシだと思ってるから。でしょ？こんなやつがいっぱいいる学校だったんですよ。だから俺も性格がそういう感じにあるのかなと思いきやですよ。皆さんどうですか今の俺変わった、ね、真逆、うん、なんかね逆にちょっとね学生の頃もまあちょっとそういうキャラだったけど、うん、ここまでなかったよ。なかったなかった。だからいやなんかね、まあ、ちょっと素質は今みたいな素質あったけど変わったよ。俺でも専門学校の時から動画始めたからね。そうだね。 YouTube はあれ2年目2年目ぐらい。でもあの頃って本当に YouTuber って全然なかったよね。なかったなかった。バカにされてた感はあった。マジであったあった。あったよね。今なんか
なんか動画上げたらしいぜ。そうそうそう。でなんか隣のおなんかあった？それ話題になった？ちょっと若干ね、ビークラの岩永がやりおったみたいな。なってたな。ビークラで結構ヤバい四天王入ってたじゃん。待って待って、これ質問なんだよ。待って、ヤバい四天王すげえ気になるね。ヤバい四天王ってずっとエロゲの布教をしてるヤバいやつ。エロゲ大好き人間ですよね。これでこいつはヤバい、これ面白いよっつってね、友達エロゲ布教をね、エロゲ布教してた。目立ってなかった。そうね。いや目立ってないと思うよ俺。ぶっちゃけ。めっちゃ絶対あれでしょ。周りのさ、あ、オタク動画ばっかだなみたいな感じでさ、俺はこいつに触らねえぞ、まあ別だぞとか思ってさ、過ごしてでしょ、あの学校時代。ちょっとね、ちょっと見下してる感じ。いや、ぶっちゃけ、最初の3ヶ月ぐらいそうだガチです。けど、キムキムが、虎の穴だっけ。虎の穴とか、言った。アニメイトとか、なんかそういうところにいて、俺って結構、そういう意味では、あの知らない世界を知るっていうのが結構好きな方だから、連れて行ってもらった時に、いや、マジ、衝撃だった。そうだよね。で、あ、なんだっけ、エロゲ専門店あったじゃない。天神にあったよね。そう、天神にあって、そう。あの4、雑居ビルの4階にあるのね。そうそうそう。で、なんか行くと、もうね、速攻でもう肌色なの。全部肌色で、肌色。女の子の肌色が肌色が的な、そうピンクと肌色が多くて、でも行くともうすごいチェックのシャツにもう青ジーパンをもうシャツをこうグッて入れてる人が歩いてるわけよ。でもリュックサックみたいなの、店員さんもね、そう店員さんももうそれがもう量産型みたいな感じで最初にいるわけよ。そうエロゲの箱って皆さん分かんないかもしれない、こんぐらいもう結構大きいんですよね。でかいね、でかい、でかくて厚みはほんとなんかじゃあ8センチぐらい、ほんと結構大きいやつをもう4、5本ぐらい毎月予約して買ってってるんですよ。で、それを見ても、もうなんか人生もこの人たち終わってんなとか思うのに、そこに並んでる俺みたいな俺の人生どうなるんだろうって思うんだけど、でも今はね、そういうのはエロゲーも何ももうやらないですね、やんなくなったということで。でも俺的にはちょっとずっとやっててほしかった。ずっとなんかそういう、ぬぬぬぬぬみたいな、なんかずっとそれでいてほしかったよ俺は。バカ、そんなこと普通ずっとこっちえ、ちょっと運が入るんだ。もちろん。その後に、まあ、あの画面が真っ黒になって自分の顔が映るの。で、現実を知るの。俺の顔これかっつって。何の話や。総括総括。あんまり見ないよね。見てる周りで。YouTube 見てると。23、4、5。20代後半とかで。気になるバンドを探す。でしょ？ YouTuber の動画とか見ないでしょ？見ないね。でしょ？そう、だから皆さんそういうことなんですよ。今の中高生とか、まあ大学生とかそれぐらいが今見てるから、それ以上上をね、やっぱ視聴者数を増やしていくっていうのがね、これからの課題じゃないですかね、皆さんね。そんなさ、ガチなやつだっけ。そういうとこに行き着いちゃったんですよ。これからの YouTuber。 俺はこういう人たちをが見てくれるような動画作りをしていきたいと思ってます。お、総括？うん、総括になったね、今ね。ありがとうございます。ということで皆さん、これで終わりたいというふうに思います。ゆーぴーとその仲間たちの動画でした。なんですじゃあ、バイバーイ。俺取れ高がいいと思ったらもうやめろ。出た、取れ高。もやさまで見たことある。取れ高。はい、取れ高 OK ですってやつでしょ。取れ高いいってなったらもう終わり。リアルに取れ高っていうワード聞こえた。俺も初めて聞いたよ、取れ高ってさ。どうやって分かった、取れ高って。取れ高って言う、だから自分の中で編集ポイントが何個かこう喋ってる時に思って。うさ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 。うさくねえだろ。でででで。え、だ取れ高が自分の中で、あ、こう自分の、あ、面白いと思ったところを10個ぐらい、うん、感覚的にね、10個ぐらいあったなと思ったらもうその辺で終わり。あ、うざい。